縦パス、メタラビ途中からっていうところのアンダー、藤田のパスをかっさらってメタラビは左に振ります。黒川、熊本プレーオフまで引っ張った一人の川原、そうですね、サイドバックでありながら非常に攻撃的なセンス、はい、クロスシュートある三浦でした。メタラビ取った、メタラビヘディング競り勝った、宇佐美、はい、戻るトス、ハンダが上がっています。縦パス、サガントス、いやいいカバーですね、ここは本田風地大的な存在だったというね、メタラビです。いいとこつけましたね、はい、その本田風地、いやここもネタラビに奪い切りましたね、ご覧、まあ、オリンピック代表のね、チャンスも十分にあるプレイヤーですからね。さあここは軽やかにネタラビ相手をかわしてつなぎました。インサイドに、うん、ここで宇佐美だ、宇佐美深いところからシュート、小野が受けます。ネタラビ運ぶ、まあ、トスとしては後半入り良かっただけに ね、はい、そうですね、カウンターから流れつくね、ネタラビ左クロス、下の足元ら柔らかいボールを出そうとしてますが、ネタラビ出してします。本田風地スルーパスを狙いました。ネタラビ奪った、藤田がもらう、後ろを下げてマイナスのパスでしたが、いやイッサム・ジェバリがゴール前詰めていましたが触れませんでした、まあ、パク・ウィリグ選手の読み勝ちですね、はい、まあ、山見選手のクロス投げるそのモーション見ながらしっかりとコーナー、まあ、ガンバとしてはこの流れの悪い時にどういうな、ネタラビ、ネタラビが入れる、イッサム・ジェバリいる、そして今度は縦、ファンガラードワンタッチ、ファンガラードが追いつく、ジェバリは中に入る、ファンジェバリを落として、ネタラビ、ネタラビスルーパス、宇佐美横パス入れて、ネタラビのパス、山本、そして高尾、ジェバリ下げて、ネタラビ、山本、ネタラビ探します、ネタラビ、江川、期待を横パス、藤田、ネタラビ、江川